第4説日本のがんはケア病棟やホスピスの現状最近がんを扱う医療機関では単に身体的治療だけではなくサイコオンコロジーの観点からの治療法が必要であると言われるようになりました末期がん患者を専門に収容するがんはケア病棟やホスピスではある程度は精神的な医師 心理学的な観点からの治療や看護を行うことができますが日本の一般病院は忙しすぎて精神医学的ないし心理学的な観点からの治療や看護などほとんど行われていないのが現状ですまた緩和ケア病棟やホスピスで行われている精神的ケアも定まった方法論はなく各施設が 自己満足的にこれは良いと考えている治療法を行っているのが現状です。日本の代表的ホスピスである淀川キリスト教病院が出版しているターミナルケアマニュアルを見ても痛みや咳などの身体症状を緩和するための薬物治療を中心に書かれており、本文263ページ中で精神的ケアの記載はわずか 31ページ約12%しかありません。しかも、精神的ケア31ページ中9ページは、薬物療法である抗精神薬、精神安定剤や睡眠薬などの記載に裂かれています。精神的アプローチの方法としては、次のように書かれています :A、ウェットサイドに座り込む。B、傾聴し、感情に焦点を当てる。 C 安易な励ましを避ける。D 理解的態度で接する。E 共に戦うことを知らせる。F 病状の変化に対する布石をする。G 質問の機会を与える。H 希望を支える。I 非言語的コミュニケーションを図る。手を握ったり、腕をさするなど。しかし、これらは、がんに限らず、 慢性の難治性の疾患のすべてに当てはまる医療者の一般的な心構えではないでしょうか緩和ケア病棟ないしホスピスにしか当てはまらない特別なことではないのですでは緩和ケア病棟やホスピスでしかできない特別なケア治療ないし看護とは一体何でしょうかそれはスピリチュアルケアスピリチュアルケアでしょうか ヨドガワキリスト教病院のターミナルケアマニュアルにもスピリチュアルケアについて4ページにわたって書いてありますまずスピリチュアルペインスピリチュアルペインについて私だけがなぜこんなに苦しまなければならないのか苦難に対する問いとか私の人生は一体何だったのだろうか生きる意味への問いなど 単なる精神的な痛みを超えた魂の叫びであると書いてあります。この意味を理解するには、精神と魂は、どのように違うのかについての説明が必要です。しかし、それについては何も書かれていません。スピリチュアル、スピリチュアルとは、どのように考えても、日本語では、霊的としか翻訳できません。それなら、スピリチュアルケアを、 霊的治療スピリチュアルペインを「霊的な痛み」と翻訳して使えばよさそうですが日本ではこの「霊的」という言葉に違和感があるためスピリチュアルという言葉を言語のまま使うことが多いようですなぜ日本人は「霊」という言葉が医学用語として出てくると違和感を感じるのでしょうかあるアンケート調査によると「神仏の存在を信じるか?」 という問いに対して、米国では70から80%の人がはいと答えたそうですが、日本でははいと答えた人は20から30%に止まったそうです。イスラム教の国では、この問いにはいと答える人は多分100%になるはずです。キリスト教の信者が大多数を占める欧米の病院では、人々にしっかりした宗教的な背景があり、 スピリチュアルという言葉に人々は何の違和感も感じないのです。淀川キリスト教病院はキリスト教系の病院ですから、キリスト教の宗教的理念で運営されています。ですから、内部ではキリスト教的な神様の存在が当然のものとして認められているのです。しかし、現在の日本人は宗教的な素養や認識に乏しく、 宗教的な事柄を否定することが、進歩的な教養人の証であるかのように考えている人が多いのです。このため、日本の緩和ケア病棟やホスピスでは、心理療法士によるカウンセリングはあっても、本来の意味でのスピリチュアルケア、霊的治療はほとんど行われていません。医療者側も患者側も、宗教的な理解や素養がほとんどないため、 スピリチュアル・霊的という言葉の意味さえ理解できないのです。日本の緩和ケア病棟やホスピスで行われている医療行為は大多数の施設で、一般病棟で行われている内容の延長にすぎません。もちろん、緩和ケア病棟やホスピスの医療従事者、医師や看護師は、一般病棟の医療従事者に比べて、 長い時間そばにいて手厚く治療し看護してくれるかもしれません。また、心理療法士のカウンセリングを行われている施設もあります。しかし、その内容は、量的な違いはあっても、本質的には、一般病棟の治療と、何ら、変わりは、ないことが多いのです。私の個人的な考えでは、本来の意味でのスピリチュアルケアの ない緩和ケア病棟やホスピスは無意味であり、一般病棟とと何ら変わりはないと思い思ます。ホスピスピで病気の親が亡くなる前に娘が結婚式を挙げたとか亡くなる前に患者が家族と一緒に旅行することを支援したとかというようなことばかりがホスピスでの美談として宣伝されている現状は寂しい限りです。